邪魔だ邪魔だー。どけどけー。引き殺されていいのかバカ野郎この野郎めー。お、やっていくーる。皆さん出だしの予想はつきますね。引き殺されました。やっぱり運転っていうのは、うまく流れに乗っていかないといけないと思うんですよね。ちょっと車間距離詰めすぎじゃないか？前のワンワンが急ブレーキかけても大丈夫なくらいは開けておきたいとこだよね。今度は赤と青のトゲメットの間を行くのかな？絵面的に大丈夫なのかこれ？以前ドラクエ4のコースをやった時もこんな感じだったよね。どうする？これ喋りで繋いでいくのかなり大変だよ。天才霊夢なら大丈夫なんじゃないの？おお、よくわかってるじゃんヨウム。それじゃあ私の独演会でも始めますかね？いや、それはブラウザバックされてしまうから頼むからやめてくれ。トゲゾウ先に行っちゃったけど、大丈夫なの？このピースイッチは一体何に使うんだろう？というか、今乗ってトゲゾウの間に入るのは無理じゃないか？これやっぱりトゲゾウについていかないとダメだったっぽいね。戻れば復活してるだろうが、うまくやれるか？ふっふ、この天才霊夢ちゃんにかかれば。まあ無理だよね。あ、なるほど、一旦トゲゾウを後ろに蹴ってやればいいんだな。これなら結構余裕あるね。ピースイッチ踏んでうまく扉に。またカットですか？今のカットの間に何があったのかは、皆様のご想像にお任せいたします。さてさて、安全運転でメットの間を走っていくよ。メットの上に乗るのかな？あ、それではお邪魔いたします。お前今、あ、って言ってたよな。そんなの知りません。なんか今日はズルばっかりだったね。マリサ、このコースはどうだった？何度か交通事故に遭ってしまったが、楽しいコースだったんだぜ。そして短いけど今日はここで終わります。次回の動画は結構長めだよ。そしてあなたのコースにくるくるくる。